フランツ・ブルンスビック・デ・コロンパは、ハンガリーの伯爵、チェリスト、劇場主。ハンガリー名は、ブルンスビック・フェレンツ・ブルンスビックは、ポジョニで、ハンガリー貴族の旧家に生まれた。祖父は、ハンガリー王室の財務官を務めた、ヨーゼフ・ブルンスビック伯爵であり、彼が、コロンパに所有していた辞書で、ブルンスビック家の子供たちはたびたび夏を過ごした。父は、アナトール・ブルンスビック。 母、アンナ・ブルンス・スビックは結婚するまで、バンケル・フォン・ジーベルク女男爵であった。姉にテレゼ、妹に、ヨゼフィーネがいた。一家は主に、ブダの街を見下ろす山に立つ宮殿で暮らした。そこには、レオナルド・ダ・ヴィンチ、アルブレヒト・デューラーや、レンブラントラの作品など、300点を超える貴重な絵画を収めた美術館も備えられていた。 屋敷には他にも6000冊の蔵書を有する大規模な図書館や鉱物展示室があった。ブルンスビックは頻繁にウィーンに赴いており、そこでは妹、ヨゼフィーネも1799年に結婚して以降、ローテトゥーム通り691番地のデーム邸で暮らしていた。優れたチェロの腕前を持っていたブルンスビックは、1799年秋に妹を通じて、 ルートビヒバン・ベートーベンと知り合う。間もなく、二人の関係は互いを君と呼び合うような親友の間柄へと発展した。彼らの中が特に深まったのは1806年から1812年にかけてであった。ベートーベンは、この時期に二つの重要なピアノ作品、ピアノ・ソナタ第23番作品57と幻想曲作品77をブルンスビックに検定している。 1809年にマルトンバーシャールに所有する私有地の管理をすることになったが、ベートーベンとの所管のやりとりは1814年まで続けられた。ブルンスビックは1819年にペシュトの劇場の支配人となり、1823年にはピアニストのジドーニエユストと結婚する。夫妻は作曲家でピアニストのステファン・ヘラーなどと交流した。 夫妻は1838年8月25日にペシュトのアドルスカジノで行われた当時まだ7歳のヨーゼフ・ヨア・ヒムのデビュー公演を聞きに来ており、その結果彼を後押しすることになった。ブルンスビックはウィーンに没した。ありがとうございます。